原宿行ってきた。そう。STU ラボのことをいろいろしとったことにより、面白かった。STU ラボ最後ですよ。ラボ、ラボ、ラボ。ラボラボ。うん。最後なんかさ、なんかね、最後ね。オチみたいになったの、最後の最後。オチみたいになったんだけど、そう、しかもそう、題名も高尾のやり残し編みたいな、そんな大々的にみたいな。最悪しかった。高尾のやり残し編って、いや、最後の最後のあの感じで、そんな編まで、編までそんなことにみたいなね。STU ラボ最後に、そうなんや。次回から、やっほー。なんかお風呂上がりすぎる、なんだろう、なんかお風呂上がりすぎるか。そうでもない、大丈夫。風呂上がりすぎるイコール可愛くないってこと。もしかして可愛くないって思ったんですよ、今。自分で今言葉を濁したんですけど。
ストレートに言うとね。すいません、ネガティブで。ネガティブですいません。ゆきちゃん、そう、どういうことって聞かれたから、ストレートに直訳してみた。よし、オーケー、オーケー。あ、よん。今日はストレート。地味に。地味に変えてるっていうね、日々。寒いよね。でも昼間はね、暖かかったんだよね。夜はやっぱ寒いな。雨のあれ影響で一瞬頭痛くなってさ、びっくりしたよね。Really? I also study English every day. I read a lot. Yes, I read a lot. Hi. たくさん勉強します。あ、たくさん読書します。危な。ロイ。ロイって何か。Yes, I study English. English and Chinese.
急にめっちゃ聞き取りやすくなったけど。なんか喋ってくれとったけど全然無視しちゃった。なんか言っとったの。すごっ、脅威の速さ、脅威の速さですわよ。追いつけないほどにね。コンピューターが追い越せないぐらいにね。あれ、なんか最近時々ね、なんか壊れるよね。ポイントもらってないんだけど、まだ。ポイント使わんけどね。使わんけど。全然課金してない。気にせずに勉強してもらってる。購入済み。で確認したいんだけどな、これ。サブスクリプション。見てなかったら大丈夫、多分。なんかさ、足がさ、足なんだろうね、なんか急にね、急になんか針、なんか刺さったかなって思うくらいに、なんかに当たったりとか、歩いてる時とか絶対床に当たるやん。針がついとんかな。たまにある。なんなんだ。でも別に全然腫れてもないし、あ、トゲか、針じゃなくて。そう、トゲ。なんだろう。なんだろう、これ足の親指の第一関節みたいなところ、なんか木、なんだろう、何か刺さっとんかな。全然あの何もしなかったら何もないのよ。でもなんか当たったりとか、なんだ、ちょっと擦れたりとかしたらなんか痛くなる。絶対これなんか刺さってるよね。刺さってないか。刺さってますって言われたら納得できるほどのやつ。痛風、なんか調べたけど痛風じゃないと思う。
人体系でもないと思う。ガムテープで取れるかな。そう、触ったらチクってする。なんかチクっていうかなんかしびれる。チクっていうか。でもさっきよりか全然良くなったけどね。さっきより全然いいわ。そうピリみたいな。急にさ、もう全然良くなった。でもなんか刺さってたのかな、さっきまで。でも刺さってたらさ、こう見た時に見えるくない？横から見たら。でも横から見てもね、何もなくて、何もなくて、私こんなに足の指を見たことないなって思って、こんなに見たことなくて、足の指にも指紋があるんだって気づいてびっくりしたから。埋まってしまったのかな。本当に初めて見た。結構指紋足にもあるんだみたいな。うん、いや、なんかもうその概念がなくて、指紋があるってさすが指やなって思った。え、全然お風呂入ってる時に急に痛くなったの。痛くなったっていうか、うん、なんかそう、痺れてっていうか、なんか刺さってるよねみたいな。でもお風呂よ、お風呂の中になんか刺さるものってないよね。あ、血流の関係かな、もしかしてね。なんか床とか部屋とか畳とかならわかるけど、一番ありえないようなお風呂だもんね。髪の毛が刺さる、あ、そういうのもあるのね。髪の毛って絶対わかるもんね、黒いもんね。しびれ、え、お風呂にクラゲクラゲおったんかな、お風呂に。いや全然、でもね、だってお風呂入るまで靴下履いてたし、ずっと靴下で生活してて、靴下の中になんかおったんかな、もしかして。こっ、靴下見たらわかるかな。いや、靴下の中に、え、でもわかるくない、そんなもぞもぞするくない。虫の針、いや、虫の針だけ靴下の先の親指のとこに虫が。そんな四次元ポケットみたいに靴下の中に、え、結構あるある。え、しかも最近別にあれよ、あれじゃないよ、トコジラミでもないと思う、頼んでないから。いや、そうなんよな。
ゴジラに怖っ。めっちゃ怖いとこジラミ。神経の神経痛なん。え、足の指って神経あるん。ごめんね、ちょっと賢くなくて。回線もうさもあーそうね、そう理科は苦手だったんだよね。本当にかね理科で理解できたの水平リビーぐらい。分からずにって感じじゃない。チクとかそう語呂合わせみたいな。でも理科ってさみたいな、普通だったらいや天秤気持ちは分からんけど、とりあえず天秤じゃなかったっけ。数学意外とだってこんなん勉強しなくても全然分からん。あれもでも結局覚えてでやってたけど、そのテスト期間終わったら頭から捨ててなんて言うんやろね。だってさあれがあるもんね。そう百人一首だ。ちはやふるでしょ。事情とか分かるのすごいよね。でもなるほどね。そっか、ラブレターポエムに寂しい歌もあるの。元はそれ、その頃からあったんやな。理解できるかできないかでまた変わりそうですよね。なんか価値観ってなるの。時代はこれ、それを言えば。踊りもあったね。ヒップホップとかじゃないよね。ゆったりした感じ。変わってきてるのもあるもんね。今だってだっていうことね。すごいな。そうだね、人間の感情もずっと変わらないものなんやね。すごいな。そうよね、
そうよね、だって歌って踊って、歌って踊って、それを好き、見て好きな人がいるから成り立っているもんね。すごいなあ。歌はそうだね、歌ってすごい心が動くよね。なんか心が開いていく、広がっていく感じがするよね、感動するときって。竹本先生はすごいよね。竹本先生ってそういう恋愛系の歌詞もなんだろう書けるし、かっこいい系、クール系とか、なんか盛り上がる系っていうか、すごいよね。人間の感情をさ全部理解してるのかなってぐらい、いろんな人物像があって、当事者でだったかもしれないけど、じゃなかった多分人物もあるやん。それもその心が欠けるっていうのはすごいね。そうメンバー見てもなんかこうレジェンド側に立ってる時もあるし、こう研究生側に立ってる時もあるし、アイドルねとあ近くで見てきたのか、そうね、そうだよね。なんか歌詞を書くときってもう一番でも結構精一杯みたいな感じになっちゃうけど、確かに2番もすごいいいもんね。もはや2番の方がなんかもっと細かくその物語を知れたりとか、確信に迫ってるみたいな時もあるしね。一番の続きとかさあるもんね。あこうなったんだみたいなこの後こうなったんだってなったりとかさ、私が書いた歌詞はボツですね。してなんか多分あるよね、書こうとして書く、どうやろうか、書きたいと思って書くものやなって思いね。
ーマがあるんだろうな、一回こういうテーマとか。あとあれよね、言葉の引き出しがめっちゃ多い。なんか自分が使ったことない言葉でもなんか理解できるような、名前のなかったものに答えがその歌詞に出てきたりとかする。こういうことだったのかな。って思うとか、まあ、自分は全然体験したことなかったことでもなんか、あ、なんかこのこういう情景、あ、こういうの見たことあるなとか、自分ではないけど、あ、こういう気持ちだったのかなみたいな、学ぶ時もある。すごいよね。うん。そうだね。いろんな人がこう集まって曲ができて、その完成したものを自分とかが表現するっていう、ね、それもそれも全員なくてはならんないことだし、集大成ですね、一曲一曲。アーティストですね。かっこいいね。うん、かっこいいですな。私の詩、そうだ、送ってないね。
完成はしたんだけどね。てか今日送りました、いろいろ。ヒビアンとムビアンとフォトヤン。あ、でもまだあれかも、マネージャーさんが多分すごい大変らしくて、更新するのだから全然まだだと思う。なんかね、うん、すごい大変時間がすごいかかるらしい、こう、うん、なんだろう、アップロードっていうのかな、画像を1枚ずつこう時間かかるって。一つずつらしい。それ聞いたらすごいなんかちょっと申し訳なくなってさ、動画とかも私結構10分とか、10分の動画とかなんか載せてるからさ、そう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 、全然自分でできたらしたいけどねと思うけど、それはそれでなんかまあチェックとかもあるんやろね。深夜の独り言を送ったんですけど、もう BGM をなしにした。なんか見返したときになんかもしかしてもう BGM いらんかもしんねえって、独り言だからそうそうそう、うん。でも他のこのELT さんのやつとかはすごい BGM あっていいなぁと思って、これは続けようかなみたいな。そうそうそう、高尾さやか、あ、ビジム、自分のやつ、なんか
か確認しようとして、なんだっけ、あ、そうそう、し、暗闇をの歌詞をこう自分なりに解釈して、ちょっと言い換えてみたみたいなっていうのですね。全然歌詞とかじゃなくて、死にしてみたって感じ。この時ね、いつだっけ、2月だからね、また多分今と解釈違うんだけどさ、ですね、どこを切り取ってもちょっとなんか恥ずかしいな、恥ずかしいって恥ずかしくはないけど、なんだろうね、全部私の深層心理なんですよね。でも思ったんですけど、暗闇ってそう、この歌詞の解釈を始めて、そういえばと思ったんですけど、太陽は水平線の彼方を目指して R を描き、ただ落下する夕暮れに、何かをやり残してるような悔いはないのか、僕はまだ帰りたくない、そのR が難しくて、そういえば R ってなんだろうって、
夜中に考えて、そう、あ、そういうことですよね。やっぱり、やっぱ、そっか、じゃあ合ってるわそうそうそう、ですよね。そういうことよなって思った。で、太陽はただそうだよね。その R を描くことしか、まあ、できない。で、多分時期によってその決まってるし、落ち方も。登り方も。決まってて。まあ、そこに悔いはないのかっていうことよね。からの、僕はまだ帰りたくないでしょ。急に僕みたいな。なったんそこがちょっとむずいけど、とりあえず私が書いた詩は全部僕としてやってるから、その僕をさ、そう、何をやってるかわからない僕にするか、何かやってんだろうなって分かる僕にするのか迷ったんですよ。どっちにもできるけど、今はちょっと一部分で何やってるか分かっちゃうなって感じ。高尾さやかさんの、高尾さやかさんサイドに立って、で、いいか。そう、都会、そう、都会で暮らす友は窓しか見ていないらしいが、全然なんかどういう感じだ。都会で暮らす友は窓しか見ていない。窓。
電車の窓しか見ていないってこと、空がないってこと。家にずっといるってこと。つまり活躍していない、余裕がない、それとも忙しいってこと。ビルが、都会だからビルがたくさんあって窓しかないってこと。人間、感情の行き違いもなくて、その外しか見てないってこと。うわー、でめっちゃいろいろありすぎてこれは分からんなーってずっと考えてた。どっちとも、確かにどっちとも言えるよね。都会で暮らす友は窓しか見ていないらしい。聞いたのか噂なのか。で聞いてやるせないくなっているのね。やるせなく孤独になって泣き言誰に言えばいいのかみたいな。孤独になっちゃったってことはやっぱりうまくいってるんだろうな。都会で暮らす友は、都会で暮らす友も孤独だったら、って孤独を感じる必要はないもんね。それか、その都会で暮らす友がうまくいってなくて、うまくいってなくて、じゃあ自分も都会に行ったら、うまくいかないんじゃないかみたいになってるのか。そう、そっちもある。どっちも？都会で暮らすともめっちゃ忙しくやってて、でも自分はまだここにいて、でもそんないろいろな言い訳とかを言う人もいないよみたで、防波堤の上に立ったりしてるもんね。で叫んでるもんね。暗闇の中で。でも何かが見えてはきてるよ。そう、何かが見えてはきてる。その人は
諦めてはないよね。お先真っ暗ではない。正体を明かす？ああ、そこもね。そこもよ。生々しく正体を明かそう。自分の気持ち、自分の気持ちを正直に言おう。どうせならばもっと生々しく、お互いの正体を、ん？正体明かそう。取り繕っていても虚しいよ。正体、本音、本当はうまくいかないって思ってることもなんか応援してるよって言っちゃったりとか、頑張ろうって言ったりとか、そういうこと。実現が難しいのに頑張ったらできるって、そういうのはもう虚しいからみたいな。そうなのよね。都合のいい思いやりはいらないよね。できんならできんって言ってもらっても別にいいし。それやったら別に、確かにな、ただ虚しいだけだよね。難しいことは難しいって正直に言ってもらった方が次のビジョンは立てやすい。次に進めないもんね。格言っぽかった？でも格言にするにはちょっと重くない？
重いのもいいかな。結構前、3日連続ぐらいでさ、ちょっと重ための、私にとっては普通なんですけど、なんか「えさやん大丈夫?」みたいになっちゃったよね。月と電球とかなんか言ったら何もないけど、そう、型にはまればクッキーになるとかなんか言った。え、どうした？これは重いのかみたいな。ね、ちょっと面白いかなと思って投稿したんだけど、そうだね、人それぞれだもんな。謎のやつあった？謎の格言があれば私が正解はしてるよ。リプね、迷うでしょ。リプ迷うでしょ。でも時々メンバーから「今日の良かったね」って言えるから。よかったね、なんだっけって言われる。覚えてはないけどいいなと思ったよみたいな。そうそうそう、私も覚えてないもん。なんだっけなーって。これはなんだ？反応が多い
時と普通の時と、まあいろいろあるね。結構ね、変わりますね。多分意味、あんまり意味がわからんなってやつは多分反応しにくい。これわかるなってやつは多分多い。わかりやすいやつ、そうだね。だって地球は広いし、ご飯は美味しいとか結構反応ある。それそういう系。まずは寝て、起きてから考えようも結構多いですね。いやでもどうだろうな、なんか結構ピン、なんだろう、なんだこれは、なんだろう、確かに。ちょっとランキングしたら分かりやすいんだろうけどね。最近全体的にインスプル、なんだっけ、インスプル、なんだっけね、アクティビ、インプレッションか、インプレッションだ。インプレッションがそんなにちょっとなくなってきてますね。だんだんとみんなちょっと日常になってきたかな。日常になっている気がしますよ。最初はなんだなんだこれはみたいな感じがあったけど、だんだんとああみたいな、今日はああこれねみたいな、今日はみたいな、なるほどみたいな、ヒュッみたいな。なってるかもしれない。ん？おーみたいな。そうそう。あー今日はーみたいな。いや分からん。でも今日これで、あ昨日なんだっけみたいな風でちょっと見に。見てくれてるかもしれないしね。昨日は、あーみたいな。じゃこの前はとか、ちょっと検索はしてるかもしれないから。手からもおらっしゃるかもよ。
当いつもリプくれる方ありがたい。私の精神安定剤になってます。みんないつもリプしててくれたりとか、いいねしてくれたりとか、一番ちょっと少ないやつ何かさ気になるよね。怖いもんの見たさ。あ、50m 走は勢いが大事。ちょっと少ないよ。ちょっと少ないよ、なんかいつもより。え、これ結構響かなかったですか？え、これ響かない。え、当たり前さやすぎた。ちょっと当たり前すぎたかな。あー、そっか、ちょっとねみたいな。ちょっとねって、今からリップするの。なんかリプラン見たら、で何秒やったんか、どうしました、急に。そうですね、勢いだけじゃないけどね、もうそんなに走れない。うん、確かにとかもいろいろあります。いろいろちょっと、まあ、あの反応をいただいております。多種おっしゃる通りです。じわる、私に勝てるかな。いや、そうなんや、若干ネタ切れ感が漂うのは気のせい。なるほどね、ちょっとそれっぽさを感じてしまったのかな、もしかしたら。ちょっともしかしたらそれ感はあったかもしれません。結構自信あったんですけどね、私この格言は。結構自信あったんだけどな。でも毎日カツカツなのは間違いないね。まあ、それでもなんとかパッと浮かんでくるものをね、格言にしてますが、朝も寝ているから私も寝よう。これはまあいいねは、まあそんな 50m 走とそんな変わらんけど、リプ数は多いですね。返信しやすかったかな。これに関しては皆さん、自分もですみたいな感じ。おやすみとおはようがたくさんありますね。
か深い。おう、深い。はてな。ちょっと深そう感は漂ってる。二度寝、二度寝と思ってる。そうね、二度寝、二度寝はみんな好きだから。あとは、あ、お、一番いいね、少ないね、これは。願い願いは本望だ、本望だ。これ一番少ない。これがどう、ちょっと誰でしたこれ願いは本望とダメでした。これは、あ、でも、おお、かっこいい、深い、あれ結構、でも、あれはてな、あら、あれ、よくわからんがすごい自信だ。深いな、深いな。おきちゃん見てるかな。そうね、半分そうだねって言ってるけど、半分はてな感はありますね。あ、この日クリスマスだったんだ。クリスマス、そう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 、クリスマスだったんや。これはね、クリスマスに言ったのが間違いだったの。あ、忙しかったん、クリスマスだから。時期、時期の問題あ、時期の問題だったのかな。いや、願い、願いってだって願いって願い事ってやっぱりその人の一番大事な、一番大事なお願い事だと思うんですよ。これ貸してとかこれ貸してとか、なんかここ一緒に行こうとか、そういうのじゃなくて、例えば私にサーヤに何かお願いするとするじゃないですか。それは何ですかって考えた時に、多分それが本望だと思うんですよ。そう、お願い事ってそういうこと言いたかったよね。流れ星が流れて、それをその時に言う言葉とか、そう、そういうこと言いたかった。そう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 、なんか多分あると思うんですよね、そういうのが。
願いします。お願いしますって私がこう願うことをしたら多分また変わってくるからみたいな、そう言ったら変わってくるなみたいな。夢と目標と願い事ってまた違うし、自分で叶えたいものなのか、もう叶ってほしいなものなのか、多分いろいろあるよね。ということでした。これはことを眠すぎる朝の私のごとしは結構人気ですね。あと胃もたれには胃薬、これも多いね。急がば飛べ、面白い。いつか2000いいねくらい来る格言生まれるかな。ね。でもね、反響がね、めちゃくちゃあるんですよね。お話し会とかでもその話とかになったりとか、ラジオの時とかもそういう話になったりするし、そうなんよ。そういう面では始めてよかったなって思った。
とはそうだな、投稿の仕方を時々アレンジしようかなって思ってます。夜も最近ポストしてる。写真嬉しい。そう、もうすぐ写真展終わっちゃうからオフショットを載せてる。そうなんよ。気づいた。1週間切っちゃった。あと6日。第2弾期待ですね。第2弾。来月は誰なんだろうな。今日見てきました。ありがとうございます。この髪の長さいいね。昨日ちょっとね、髪の毛ね軽くしてもらったん。それもプラスでいいかも。この髪の長さが懐かしいねって言う日も来るかも。髪が長くなったからね。今はね、髪伸ばしたいね。ちょっと
髪長いの恋しくなってきたというね。服がね、私結構なんか可愛い系が好きだから、そう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 、そう、こんぐらい伸びたらめっちゃいいと思う。ウィッグつけたことない。この髪の長さ全くないですね。初期、一番初期がこのぐらいで、アーシャ取った頃ぐらいが、それからずっと伸ばしてきてたから、いい時期に切った気がする。ぐらいの髪の長さだったよ。僕体の時このぐらい、あ、すいません、ちょっと。昔のことを思い出してました。
回想シーン、回想してました。すいません。じゃこの髪の長さの時ってみたいな。12月とみたいな。1月2月ぐらいまでこんな感じだったかな。そうです。公演とかは全然してなかった気がする。この髪の長さでなんかグラビア撮影とかあるといいな。ね、まだないもん。呼ばれますように。ふふ、ついしたいな。シュープレさんだったらあれだろうね。衣装が普通ではないだろうね。寒そう。この時期の撮影でもシュープレさんまた呼んでもらいたいね。AKB 特集、あ、そうなんだ。へえ。そっか。ココアさんね、出ましたね。ちょっと出したいよ。今年まだない。去年ね、この春までに2回発表できたからさ。
私はまだ言えてないから。でも去年が良すぎたのもすごかったもんな。みんながもう去年はもうたくさんあったんですよ。ほんと写真集発売時期にね、たくさん特集秘蔵カットがたくさん載せてもらって、ねえ、選手はすごいね。新州のイベントはないだろうね。でもどう、ポストカード付きの配信は多分予定はあったんだけど、分かんないですね。もう一枚選んだですけどね。どうやろう、するってなったら急にまた決まるかも。緊急緊急収集って、集まれ。でもそう、どこにもならなかったやつがさ、私持ってるんですよ。でもみんなには見せれないんだよね。
自分だけ持ってる。見せちゃいかんらしい、なんかオフショットみたいな感じで載せていいですかって聞いたけどダメらしい。見せたいけどね。でもこの中でもめっちゃいいやつがこういろんな場所に載ってるから、厳選に厳選を重ねた。選ばれし写真たちが載ってるからね。めっちゃ薄めいく。全然メイクしてないね、これ。今見てますね。今自分だけ見てる。すいません。なるほどーって。これ好きそうだなーとか。これめっちゃ大人っぽ。めっちゃ大人これ。めっちゃドアップとか。嘘嘘嘘嘘って何って感じやけど、嘘嘘。
嘘って何？でもなんかこの撮影が終わってからそのカメラマンさんになんか厳選して送ってもらったんですよね。100枚ぐらい送ってもらって、でも半分ぐらいはもう世には出てるやつ。だなーと思って見てた。うん。そう、厳選してもらったんですよね。そのカメラマンさんがいいと思ったのもう半分ぐらい厳選されてるという、ね、残りの半分はでも確か写真集でこのシーン確か少なかったなみたいなのがあるね。太宰府の、うん、うん、逆にこの茶色のやつ1枚しかないもん。茶色のやつで伝えようとしてる写真集マイスターっていうのじゃないとピンクのカルバンクライン、カルバンクライン1枚もないな。あ、そうだ、これ確か3日目ぐらいにもらったんですよね。4日目のやつは1枚もない。赤のワンピ6枚ある、6枚あるけど、これ確か見たことあるやつが3枚ですね。写真集に載ってるの1枚、黒のやつは
5。でもこれはほぼ使われたてるやつだ。歩いてるやつ、歩いてるやつは3枚ある。しかも全部使われてないやつ。めっちゃ笑ってる。三つ編みのやつはね、4日目に撮ったんでないですね。なんかこの質問で皆さんの一番のお気に入りがなんかわかる気がするんですけど。あー面白すぎる。なんか皆さんのお気に入り分かっちゃったな。気づいちゃった。そう、3日目の終わりぐらいにいただいたんですよね。言わんで正解。いや、どうだろうね。ね、だけどそう、その時にもあってすごいよね、選んだのが。黄色のチェックのやつはいっぱいある。10枚ぐらいある。そうそうそう、オフショーまた送りますね。来月、もうすぐだけど。皆さんがびっくりしない？びっくりしちゃうだろうけど。もうびっくりするショットしか残ってない。動揺しちゃうやつしか残ってない。今まで避けてきた送るのに避けてきたものしかもう残ってないような気がする。でもちゃんとあれよ、オフショって言ってもメールに送る用のオフショだから、絶対 SNS にはあげないようなんで。そこはその時メールを見てくれてる方に特別に見せたいなって思ってるから。そうなんですよ。見せます。
だってあるもんね、フォルダの中に。そうそうそう、オフショットはマネージャーさんが撮ってくれたのはいいけど、仕事中に見たら大変なことになるね。ちょっとでもさ、ちょっとでも携帯からそれが見えようもんなら、何をしてるってなるもんね。そう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 、待ち受け見れてるのはいいと思うよ。パソコンの壁紙に私のメールの後ろ、ま、そこは自由ですね。パソコン持ってる方の壁紙気になる。サーヤンかな。サーヤンチェック。突然のサーヤンチェック。ちゃんとサーヤンかな。皆さんのスマホのロック画面と背景はなんだろうな。気になってるだけだから、別に私は別にそんな強制はしてないからね。気になったよね。そう、私気にしないよ。
や気になったんですよ。サーヤンだったら、おお、なるほどってなるけどね。でも話し会で確認しようとしても、なんか携帯をメンバーに見せたらダメらしい。できなかったな。チェックできんかった。確かに。確かにね。確かに待ち受けね、なんかそうね、そうね、なんかお母やも言った、私のこと待ち受けにしてくれとるんよ、ロック画面にしてくれてるんだけど、でもなんかそれがなんか全然知らない人が見たら、なんかそうファンの方みたいになるみたいなこと言った、娘なんですけど。何やったかな、なんかでもなんかのね、撮影の時のちゃんとした写真、取材の時のやつかな、別のメンバーが待ち受けだったら、あ、好きなんだって思う。あ、好きなんだ、サインじゃないんだって思うかな。そうだっけ、お母やん、そうなんよ、お母やんのそう、録画面3人兄弟なんですけど、私がちょっと独占しちゃってるんです。すまんね。違う違う、普通にやれよ。でもお兄やん弟やんの写真がないからっていうのもあると思う。すごいちゃんとしたね、宣材写真というか、ちゃんとしてる。
そうそう、合わせないから。この前お母やんがこの前の YouTube のなんかやつは最後どうなったんって言われて、最後私がなんかみんなに渡したいものがありますみたいな、最後いいですか、なんかちょっといいですかって言った終わり方が気になったみたいな、あれはなんか渡すものがあったんよみたいな、次回予告みたいな感じかなみたいな言ったら、いやお母さん知らんのやけどみたいな、お父さんが言ったんよって、まさかのお父やんが疑問を持っとったことやったっていう、ね、お父やん STU ラボ見てる。ティーラを見とんのやって、どういうことって、確かにこの前なんか最近 YouTube にハマっとるみたいなの言ってん、面白すぎる、ね、しかもちゃんと最後まで見てる。最後の最後のあの一瞬のやつを見てるってことはもう、だってなんか言わないんですよそういうの、お父やん私に直接全然そういうの言わないから、どこまで知ってるかも分からんし、フフフね、いやメールは取ってないと思うんだよな、さすがに。どうだったかな、いや入ってないと、メールな、メールはだって私あの方への愛で溢れてるからさ。まあ見られたら恥ずかしいかな、そうなんですよ、絶対兄弟に見られたら冷やかされるやつ。冷やかすよね。ね、
最近全然話してない兄弟と。年末になったらね、多分集まるか、私が帰省したら集まってくれるよね。たらね、めっちゃ話すんやけどね。実家全然帰ってないと言って1月に帰ったけん2ヶ月ぐらいか。まだ2ヶ月だった。そろそろ終わりですな。ありがとうございましたね。ありがとうございましたね。いやいやいや、私もうすぐ寝れる。そう、もうお風呂入ったんですよ。寝るだけ。もう寝ようかな。なんかアイス食べたいかも。
かどんな会話てかてかどんな配信今私だほんと今さ誰と話しとるんだよ感じで。本当ですか？大丈夫ですか？大丈夫そうですか？めっちゃこの家の住人みたいな感じで話してるけど。いやいやいや、 いやいやいや、なんて言えばいいのか。と、読んどこ。 F 渋谷さん、サトルンさん、タッチーさん、うずしおさん、鳥取太郎さん、なおさん、きちねさん、ひろとさん、マイセンタン、コッペさん、スーパーカブさん、マサさん、台湾のコウさん、フジポンさん、メガバイトちゃん、ホタテ様、セイヤンさん、阿部ひろしさん、大西くん、ミッチーさん、マナベーさん、キムコさん、猫のおかずさん、ユイゾウさん、イナッチさん、ユウスケさん、トキワさん、リョウさん、オーサムさん、ミツルンさん、ケリーさん、ゆうきさん、じゅうにさん、ミッドナイトシュガーさん、ありがとう。めっちゃすぎるね。すすぎるな。めっちゃすすを期待している方がいる。何かを期待し、てるような気がするような。いや、うん、軽々しく言えないから いつも言ってほしいって言ってる人が、いや、軽々しく言えないからね。ま、でもそう言ってもらえるのは嬉しいかな。正直言うと、
何このちょっと勝負、ちょっと勝負してるのこれ。なんだこれは、何のバトルだ、何のバトルなんだこれは。私は言わないですよフェイント、言わんよ。いつも言ってるからね。いつも言ってるから。アイスアイスアイスで、アイス食べましょうかね。そろそろ。だんだんとね、やっぱり。春になってきたことによってアイス食べたくなってきたよね。楽しそうですね。楽しいね。今なんかここら辺のちょっとなんか頭が。これは何だ、今なんかここら辺なんだ何が起きて、